画像はジャングルポケット斉藤慎嗣と妻、瀬戸沙織。ジャングルポケットの斉藤慎嗣さんが7日、ロケバス内で20体女性に性的暴行をした疑いで書類送検されたことが判明し、大きな波紋が広がる中で、タレントの妻、瀬戸沙織さんがインスタグラムで事件について弁明をしました。各報道によれば、ジャンポケ斉藤慎嗣さんは今年7月に、 テレビ番組の収録で東京・新宿内に駐車していたロケバスの中で、20代女性と二人っきりになった際に性的暴行をした疑いが持たれ、不同意性交等と不同意歪説容疑で警視庁新宿警察署が今日書類送検しました。被害者の女性は、許すことは絶対にできませんと話しているといい、一方の斉藤真嗣さんは任意の取り調べに容疑を認め、 軽率な行為で相手方や自分の家族に迷惑をかけたことを反省してます、などと供述しているとのことです。報道による波紋の中、瀬戸沙織さんはインスタグラムで謝罪のコメントを投稿。性的暴行と報道されていますが、一部事実と異なる報道があります。画像はジャングルポケット斎藤慎二と妻、瀬戸沙織。濃いめのレモンサワー。CM で夫婦共演時の画像。 斉藤真嗣さんは不同意性交と不同意わいせつ容疑で書類送検されたものの事実関係としましては相手の方からも好意があり SNS をフォローしたり連絡先を交換していたことは事実でこちらとしましてはロケバスの中のドライブレコーダー及びカメラの解析を警察の方に求めていました一方的な行為ではなかったことを伝えている状況でした私が弁護士の方から聞いている内容はこれがべてです 斉藤さん側の主張を伝えていますただ家族がいるにもかかわらず昨年に続いて再び女性関係で問題を起こしたことに対しては擁護する余地もないとしています画像はジャンポケ斎藤真二の妻瀬戸沙織が性的暴行事件に言及のインスタグラム画像また動画共有サービスなどを手掛ける FC2 の創業者で 実業家の高橋治洋さんは7日に X を更新し、ジャンポケ斎藤さん、親友が仲良いからずっと話聞いてたけどハニトラに会っただけらしい。と綴り、斎藤真治さんは女性のハニートラップにはめられたとの情報があるとしています。画像はジャンポケ斎藤真治の性的暴行事件はハニートラップ説。元 FC2 社長。 高橋修容の X 投稿一方の斉藤真二さんは現時点で正式なコメントを出していませんが所属事務所吉本興業が活動休止を発表する直前の9月12日に「週刊文春」は本人に電話取材を行ったと言います週刊文春は9月に入り斉藤真二さんが女性問題によって芸能界引退の危機との情報をつかんでいたそうで その真相を本人に確かめたところ、いやいや芸能界引退なんて全然、今、肺炎で入院してるんですよ。ええ、そんな話が出てるんですか。どこからそんな話が、などと語り、完全否定していたそうです。それから約1ヶ月たち、ついに芸能活動休止と、ZIP、 など複数のレギュラー番組を降板した真相が判明し、瀬戸沙織さんは、一方的な行為ではなかったとしていますが、これがもし事実だったとしても斎藤慎二さんには、前科がありますし、仕事中のロケバス内で不倫をしていたという問題から、今後の活動はかなり厳しいものになるかと思います。元グラビアアイドルの女性は、 2020年に食事会で知り合った男性から LINE で食事に誘われ、指定されたマンションで突然抱きつかれ、キスされた。女性が何度も拒否しても、その男性はさらなる行為を求めたため、女性は部屋から逃げた。斉藤真二さんはこの件について、無理やりみたいなことは絶対してないです、と主張していた。ジャンポケ斉藤真二に再び不倫スキャンダル。 浮気相手のグラドルがフライデーにバレ無理やり行為の疑いも、斉藤真嗣さんはこうしたスキャンダルで家族や多くの仕事関係者に迷惑をかけ、性的暴行事件は不起訴になったものの、ロケバスでの行為が問題視され、完全復帰は難しいだろう。セクシー女優の下月ルナが7日、X を更新、ジャングルポケット斉藤真嗣の妻でタレントの瀬戸沙織が自身のインスタグラムで、 一部事実と違う報道がされておりますと綴ったことに対して言及した。ジャンポケ斎藤さんの奥さんがインスタに一部事実と違う報道をされています。って、投稿されてそれに対して誹謗中傷のコメント書いてる人がたくさんいるけど奥さんは勇気を出して書いたと思うと投げかけた上で、本当にすごいと思うと評価。続けて、誹謗中傷がなくなる世の中になってほしい。 心の底から思いますとつづった。西藤はロケバスの中で20体女性に性的暴行を加えたとして、同日に警視庁に不同意性交などの疑いで書類送検され、所属の吉本興業がマネジメント契約を解除したと発表した。事実関係としましては。 相手の方からも行為があり SNS をフォローしたり連絡先を交換していたことは事実でこちらとしましてはロケバスの中のドライブレコーダーおよびカメラの解析を警察の方に求めていました。一方的な行為ではなかったことを伝えている状況でした。私が弁護士の方から聞いている内容はこれが全てです、とセトの認識を綴っている。10月7日。 不同意成功と不同意歪説の疑いで書類送検されたことが判明したお笑いトリオ、ジャングルポケットの斉藤真嗣各メディアによれば、今年7月に東京新宿区の路上に駐車していたロケバス内で、20代女性に性的暴行をした疑いが持たれている。斎藤は容疑を認め、軽率な行為で相手や家族に迷惑をかけたことを反省している、と供述したとのこと。 一方、被害者の女性は、許すことは絶対にできませんと話しているという。同日は妻でタレントの瀬戸沙織がインスタグラムで、この件で性的暴行と報道されておりますが、一部事実と違う報道がされております、と声明を発表。西夫人と被害女性の交流について言及し、ロケバスの中のドライブレコーダー及びカメラの解析を警察の方に求めていました。 一方的な行為ではなかったことを伝えている状況でした。と一部報道を否定していた。弁護士のアドバイスを受けながら、関係者との話し合いを重ね、ついに7日に西藤と契約解除に至った。西藤は8月から体調不良を理由に活動を休止していた。現時点では真相は明らかになっていないが、衝撃的なスキャンダルが各所で波紋を広げている。 X 上では昨年11月23日の相席食堂での出来事が注目を集めている昨年8月と9月には不倫疑惑が報じられた西藤だがそれでも仕事にはほとんど影響がなかったしかし相席食堂ではスキャンダルを起こした芸人が登場し自らの行いを顧り見るみそぎ相席という企画に参加した VTR 冒頭で 西藤が謝罪し、意気込みを語る。ノブとタイゴが西藤の宣材写真にコメントする。ノブが西藤の容姿をからかっていると、タイゴは西藤が今後も同じことをするだろうと推測していた。ノブも同意し、スタジオは笑いに包まれたが。